ホーム最終戦、ビッグさん来ました。今日もしっかり応援していきましょう。いくぞー。まあ、このチームで戦えるのは最後ですからねっていうことを言い忘れました。勝ちましょう。星子くん、多分新潟って書いたはず。いいよ、ギリギリ入れたから。海は相変わらずうまい。オブリーグガドペロアポアポイオ。全然意味が分かんないけど、シェイシェイ。もうこれ。そうだよね。いや、あれアジア大会行ってからね。そうだね。ぶってんな。ぶってんな。ありがとうございました。ミトちゃん字がうまいんだ。ないね。何？そんな感じないの？コミちゃんは字が、丸いよね。うん、かわいい。わかるね、ぽいよね。超ありがとう。いや、軽いな。ぽいね。書いても何書いていいかわかんなくなったよね。わかるわ。それも見える。こっちにあるんじゃない？ゴメスはってる。うん。うん。間違いないね。間違いない。完全移籍です。これからも共にで、これでないことはないよね。サイン入りフォト当たりました。じゃじゃん、新井くん、ともに来期契約ってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ゴー。新井くん、このスタグルはステーキ丼と右塩ホルモンです。ごちそうさまでーす。はい、勝ちました。イエーイ。こんな感じです。ビッグスワンはレインボーですね。勝ったしね、気持ちいいですね。ちなみにさっきからたまに、雷が光っております。怖いです。はい、どうもアルビサポウッチーです。そう、元気です。つまりイエーイ、勝利しました。そう、ちょっとネオン街にいるんでちょっと赤いんですよね。そうなんですよ、はい、渋滞っていうネオン街によります。勝ちました、やりました。9戦負けなし。そう、9戦負けなしで、2023シーズンを終えることができました。やったね。やっぱりまあ負けなしも引き分けがかなり多いっていうのはもちろんあるけど、やっぱりね、負けてないってめちゃめちゃいいよね。そんないい状態のアルビレックス新潟でしたね。素晴らしいんじゃないですか。
やー、セレッソ強かった。いや、セレッソ、そう、今日の相手セレッソがね、いや強い、うまいんだよね、そう、パスがさそう、なんかね、結構ディフェンスラインから回す、その中盤に送るパスっていうのがね、すげえうまくて、なんちょっと、そう、ちょっとそこの部分のなんかちょっと質では負けていた部分はあったかなと思うんですよ。てかポジショニングが良かったのかな。ねえ、ね、まあ、でもそこでアルビもちょっと緩くなったというか、うん、そういうところでさ、すかさずプッシュ、ね、プッシュ、そうそう、切り替えすごい良かったね。その切り替えるっていう部分はめちゃめちゃいいから、多分もっと来年っていう部分、その切り替えるのをどこに走り出すのかっていう部分とかを、なんかもうちょっとできると、多分もっともっといいチームになれるなっていうのを、まあ初戦ゴールからですけど見ててめっちゃ思いました。素晴らしく良かったです、うん、最高だぜ。相手のゴールキックの時なんてさ、本当にアルビの方が先にバーって走り出して、うん、走ってるね、うん、戻りも早かったし、だからね、なんか本当セレッソがの速攻がほとんどなかったのだってそこじゃないかな。速攻されてもやっぱりそのタイミングじゃないっていう時の速攻だったりしてた、うん、だからこそ自分は結構危なげなくちゃんと処理をできていたんじゃないかなと思います。はい、今日ディフェンスラインもすごく落ち着いてて、なんか一瞬危ないシーンとかもあったけど、やっぱりちゃんと守って、一番怖かったのはコーナーキックのところが多分ごちゃごちゃしてたから、うちらからは全く見えなくて、多分あのシーンは怖かったかなって思うけど、あとコジが何回か、2回ぐらい止めてんのかな。止めたね、ナイスセーブが。今日もさすがでした、コジ。きっとコジの、ね、声でね、そのディフェンスラインがね、しっかり整ってるんだなって。はい、しかも全部まあね、もうクリーンシート、コジクリーンシート、いやー、これですよ。最高、はい、来年も一緒に戦いたいな。ねコーチさん、よろしくお願いします。今日の勇姿を目に焼き付けて、そう、焼き付けて本当にね、今日はね、またゴール裏すごい気合が入ってて、早い段階で声が潰れてる人が多かったんじゃないかなという感じには思いました。すごくわかる。でも出だしがさ、出だしがケッチらせ、あれ最高だ、最高だったよ。これいいなーって上がると思ったけど、すごい良かった。ちゃんとそれ別枠って、やっぱこれよりも先に出す雰囲気、応援ゴール裏雰囲気会の方ではちゃんと出しているので、もしまさかのラジオを見てるっていう、まるでラジオしか見てない方はそっちをぜひ見てください。やっぱりね、最初に蹴散らせはやばい、ね、いいチョイスだね。いいチョイス、やっぱ普段こういうことをやんないからいいよね。もうどういうことかっていうの分かってるよねっていう部分のやつだったよねっていう、っていう話をゴメスがなんか言ったよね。いつだったかな、モバイルでね、応援聞いたみたいな、なんかね、そう、上がるよねっていう、なんかモバイルのさ、なんかみんなに、なんか一番最初のエンジンの時、なんかそのゴメスが言ってるシーンあったんだよね。このケッチラセをうちらが歌った時は、いかんだよ、なんかどっかで。どっかで最初に、なんかね、最初の時に歌った時あった気がするんだよね。全然覚えてないけどね、俺はそういうの覚えれないから。なんかちゃんとってさ、うん、そういう時に、あれ、なんていうの、行くぞみたいな。なるね。今はこう、気を引き締める時みたいな。そう。っていう。伝わったよね。だってもうあの瞬間負ける気全然なかったもん。やべえ、俺今日ハッピースタジアムまあいつも通り俺はもう 4-0 しか書かないんですけど、今日勝てんな、当たんな、やばい 5-0 かもって思っちゃったぐらいでって思ってました。でまあ 1-0 だったんで、またハッピースタジアム当たんなかった。今季もハッピースタジアム当たんなかったのは奇跡だな、うん、来年に、はい、来年に 4-0 期待しております。俺は毎試合 4-0 をやります。まあたまにそもそも入れるのを忘れるっていう時も3回中1回はある感じで、はい、でもね、まあそんな感じでした。よかった、今日は本当に応援から最初から飛ばしていけたっていう部分がすごく良くて、ただ本当に今日一緒に見てた方も言ってたけど、酸欠になるんですよねめっちゃわかる酸欠になるの今日、なんか立て続けにさ、そう、怒涛すぎてね、あーちょっと今フラッと来たなみたいなの、あ次もう行くみたいな、フラッと来たから、そのね1個前の椅子にね
もうあんま落ちちゃうんで落ちないもう足をその落ちるところに引っ掛けて、うん、その前のねそのこの背もたれのところにすねをね置くの。ああそしたらねそれでね落ちないっていう。ちょっと安定させて。そう引っ掛けんのよ。そういう感じのをやっておりましたです。です。とりです。です。うん。だからね。いやーよかった最高だなやっぱ気持ちいい勝つって気持ちいいな。いいねちょっと同点がさ続いてたからさ。うん、ねえそう。やっぱいいよすごく良かったっす。いやめっちゃ雨降ってきた。うん良かった。そうね。新井くん今日も良かったね。ファイターなんだよ本当にあのイケメンユーティリティはね本当にいろんなところにねすっごいねパスがね。そうそう、まあ、ちょっと最初行けよみたいな、ね。合わなかったのもあるけどでも分かるあれ分かる。そこだよねみたいな。それだよあーみたいな。だって絶対ねこうやってたもん。分かった分かったごめんねそっちねみたいな、ね、なってたんだよね。そう何回も何回もあったよね。チャレンジしてさ。後半早々にもあったよね確か。あったあった。うん、あれ元気だったかな多分。出してからちょっと入ってばっかりだったから。そう。その時に新井君こうやったんだけど、元気全然見てなかったんだよ。俺は見てたんだよ。新井君俺は見てたから。わかる私見た。新井君がこうやって見たよ。合図出してたの俺は見てたよ。うん。元気はね見てなかったけど。元気。いやまあ、でもねそうちょっとね そっちの新井君の方見てなかったって意味ね。でもまあすごく良かったよね。でも勝ったからね。そう、本当にちょっとまあねいろいろ試合中思うこともあったけど、まあそのガヤが、ね、ガヤでちょっと思うことあったけど、まあ結局はこういうことだよっていうことですよ。本当に良かったね。そしてさそんなさなんかダラダラね言うんじゃなくてさ言うんだったらおめえらアルビレックスぐらい言えやっつうことなんですよ。だから私お前らのことぞみたいな。それがさそういうとこだぞ。そういう人がちょっとすごいムカついちゃったからめっちゃ声出してたよ。わかるよわかるよ。あミカさん今日気合入ってると思ったもん。そう牛あれねすごかったからね。そううるさい若者がねうるさいよ。そう黙れこの野郎みたいな。だからねそういうことだよ。それを声でね、うん、もう書き消すぐらいの勢いで私は言って、うん、まあもちろん怖いから直接言わないんだけどね。なんならその人たちに向かって言いたいぐらいの気持ちは、うん、まあここでね陰口を言ってぐらいでねはい。そんなねちっちゃいやつらなんてうちらはだってさいいのいいのこういうねちっちゃいこともね言っていきたいんですよね。一生懸命ね応援していこうぜって。そう最終節なんだから気持ちよく応援しようぜみたいなね。だってこれ今日このメンバーで戦えるのは今日が最後で、そんな試合で全力の応援をしてそれで勝って最高だぜっていうね。そうですよやりたかったよねって。まあうちではやりました最高でした。はい春をスイングもしてね。いやーよかった。はい新井くんよかったね。そしてねそうやすげえよかったね。またねセレッソのねこのね向こうの左サイドへのパスがね俺も読んでたよ。左サイドねこのビーネのこのね斜めのフィード。あそうあれすごい、ね、あれはね結構ね何回もねパスカットしましたよ。うちの自慢のソーヤがはい本当に素晴らしかった。今日もソーちゃん素晴らしかったね。いいパスしてたよ。止めてたし強いんだよね。強くカピビシャーなんて選手だったか忘れちゃったけど、ね、選手とかねもうねガッツリとねやってたね。一回スピードで負けたのはあれ日本人の選手だったけどスピードで負けたって思ったシーンあったけどしっかりちゃんとマイボールになんとかできたからね、素晴らしいよね。だったな。ヤンは今日もねすっげえ最高プレスだったね。あすごいこれ多分今節ベスト11でしょ。素晴らしかった素晴らしいよ。そこでボール本当に取れちゃうし本当いい、ね、すごく良かった。ちゃんとさちゃんとねもう行くし、うんうん、その相手とのその一歩の距離をすげえ
すごくなんかね、うん、こう構えてるシーンがね今日あった後半のうちらのゴール、あのセレッソのゴールキーパーが持ってる時にヤンが行くか行かないかっていうこの駆け引きをしてるシーンがめっちゃ見えて超かっこよかった。いやヤンかっこよかったな、来いよみたいな、おい俺行くよ、どっち前なの後ろなのどっちなのみたいなね。これ本当に多分ゴール裏の人多分あのシーンね、分かるでしょ、後半のあのシーン、そのゴールキーパーが持ってて、まあ、誰にパス出すかの時にヤンがすんごい構えててこう駆け引きしてたシーン、あのシーンです。これダゾンだと横アングルだからさ、ヤンの表情見えないんだよね。てかミカさん目悪い、目いいんだっけ、俺目いいからもうね、ヤンのねもうこの駆け引きの表情見えてですね、あ、駆け引きは見えた、駆け引きの表情見えた、あ、表情は見えた、あもったいない、本当に、ね、これね目良くなきゃダメだよ本当に、表情は分かんないけど、でもきっとホラホラしてんだろうなと思って、すっごい駆け引きをしてあれめちゃくちゃ熱いなって思って、なんかそういう風にいろいろなサッカーを見る時の楽しみを教えてくれるね、アルビレックスありがとう。そうなんですよ、星くんはまた、星くんは今日もね進出鬼没でしたよ、この前ね、どこ出んのかなみたいな、マリノス戦がさ、ね、出れなかったから、ね、なんか悔しがってたからね、今節気合入ってたよね、今回あの練習の時星くんとかめちゃめちゃ、まあ、星くんじゃなかったユージね、ユージめちゃめちゃ決めてたから ね今回今節行くんじゃない、まさか神湯に出んじゃないみたいな思っちゃったぐらいすごく良かったね、ヤンも決めちゃうかなって思ったけど、やっぱりヤンでもあれ難しいよね、バウンドしだしたからね、うん、でもそこをやっぱりちゃんと枠に飛ばしてこそやっぱりあのねだと思いますので、まあそれはまた引き続き期待しております。来年もぜひ、来年もアルビレックス新潟でよろしくお願いいたします。ぜひぜひ毎試合1回はなんか狙ってるのかなって思ってる、絶対来る、もうねヤンがねシーズンでね4点5点取れたらタイトル狙えると思う、ね、ボランチで4点5点取れる選手がいたらタイトル狙えるよ ね、 狙えるね、めちゃくちゃそういうのを期待しております。はい、おいやー、久々に出たけどね、うん、まあねちょっとね頑張って走ってやっぱりそのパスコースをやっぱり、ね、閉じたりとかそういう部分とかねしててね、うん、もっとねシュートチャンスをねカイトにもなんか作れてあげれればなっていう感じだったけど、そこまでが、まあ、結構サイド、うん、ミッドちゃんだったり、うん、エイダロ頑張ったね、いや本当にね、エイダロもうちょっとねあの結構落ち着いてクロス上げれる場面があった、あるから、あそこ本当に多分もうちょっと落ち着いていればすごいよ、多分アシスト王になれるから、今日何回もクロス上げれてるから、結構右サイド良かった、多分もう圧倒的にそのドリブルとかでは勝てるチャンスの時です、勝負した時はほぼほぼ勝ってたから、勝ってたのかな、分かんないけど、多分そこを言うのだから、本当にクロス落ち着くっていうのさえできれば、絶対ね、めちゃめちゃアシスト取れるから、めっちゃ期待、A ちゃん期待してるよ、だってこれからも共にだもんね。入れてもらいました、ありがとうございます。そしてエイタロも良かった、あー怖い、来たね、ノンストップだもんね、ノンストップで割り込むってすごい面白いね、やるな、さすが、素晴らしい、239、あとはどうだったっけ、まあ、ミトちゃんは素晴らしかった、ミトちゃん今日も素晴らしかった、よく走ってたな、いろんなところに出てきて、いろんなところであんなちっちゃいけどなんか競り勝つんだよね、体を入れるっていう部分のがやっぱりすごく良くてさすがでしたね、ボールの収め方もうまいよね、トラップがね、トラップしないの、スッってね、なんだっけ後半だったっけ、後半のやつでしょ、あれでしょ、あれ、ね、あれピタッてさ、うまいみたいな、うまいって思った、うまいってなって、わかる、あれやっぱ思って、あれだよね、あれだよね、わかるよ、トミーかな、誰かな、トミ
なんか感じ的にはね、感じ的にはちょっと都民っぽい気がするんだよね、あの雰囲気は。あの、ね、あっちサイドだから あの距離感だけね、ね、都民なのかヤンなのかね、あれうまかったよね。そのまたシュートへの意識がねやっぱりね高いし、でそれから途中から入ってきたシューもね、やっぱ絶対俺が決めてやるっていう部分と、シューの場合はさ、あれもあるからね、なんかあの今季のやっぱり一番得点決めてるのが亮太郎だから、そこを超えたいっていう部分のもあったし、シューはめちゃめちゃシュート意識がもう高いから、点を取るっていうことにこだわってるし、やっぱこだわっていかないとだからね、素晴らしかったね、みんな素晴らしかったな今日、よかったな。選手が変わってからのさ、攻撃のフレッシュな選手はでかいね、うんうん、攻撃的な感じに一気に変わったね、変わったね、すごい分かった。絶対勝つんだっていう部分のがすごい、あののであって、それで、うん、まあ、なんか組む選手にもよるのかもしれないけど、うんうん、なんかそ選手が変わった時に宗谷も結構前の方にこう自分で入ってったりしてたように、うんうん、そうかもしんない、攻めの感じが変わったな。で得点シーンは、うんうんうん、待機のところを結構プレスをかけられてて、頑張って待機が前に出したところに、コミちゃんがポッと、あ、コミちゃん、ミトちゃんがポンって落としたの、多分コミちゃんが倒れつつ左斜め後ろの元木にパスを出して、元木がそこから持ち上がって数的優位、ミトちゃんもその時左ブワーッと走ってて、シューもブワッと右を走ってるから3対2の構図、3対3かゴールキーパー入れてねの構図を作って、どうするどうする、どっち出すと思います、僕ミキティですけどみたいなね、そんな感じを出しつつね、まあちょっとまあ陰キャらしいから、そこまあそんなことは考えないと思うからね、こんにちはって言いながら、右かな左かな俺かなみたいなね、そんな感じね、どうしようかなっつってね、そしたら右でしたっつってね、でシューが思い切りのいいねシュートを打ってね、あ、ここ左側ね、あ、そっかさせて、で左でシューが、あ、俺もう左でしょ、俺らはまっすぐ行かないから左だから、狭まってるように見えそう、うん、大丈夫、俺見えてるから、目がいいから、そう、ね、でシューがシュート打って、そこをねやっぱり一本目は止めんのよセレッソも、やっぱりねうまいんで、そういうところもしっかり止めて、止めたんだけどもう一本っすよ、もう一本のそこのやっぱり向こうはスライディングで止めたからこそ、そこをシューがしっかり詰めてね、反応がね、シュー、まあ、立ってたからね、しかもね、それで勝ってそこを落ち着いて元木にパースですよ、元木にパースね、いやー、そして元木ならおしゃれね、ポンとねポンと決めたわけよ、ポンつってね、ポンつってね、ありがとうございますね、でシュウ君からなんか、シュウ君からなんかいただいたゴールですみたいな感じの言ってたけど、そうだね、素晴らしい、これミカさんすぐ行ける。お、左折限定じゃない。え、あ、あ、いいよいいよ。じゃあ左曲がって、曲がればいいだけだから。やったね。失礼しました。全然。次じゃあ右車線行ってね。はい。そんな感じだったね。まあ、素晴らしかったです。はい。まあね。いやー、いいチームだったな。見たかった、マジで皆さんすげえいいチームでしたよ、はい、いやーいいチームだ、最高だ、いやーマジでまた来年もあんまり変わらずこのチームでそのまま行きたいっす、行きたいよね、もう誰も抜かないでください、また皆さんよろしくお願いします、よけるいける、やった、ちょうどいい、最高だ、これ左車線ね、いやー本当にね良かったっす、すごくいい最終戦でした、
もう風がえげつなくてね、帽子も飛ぶような、帽子飛ぶんじゃねえのぐらいな強風でしたが、なんとか風も引く予定も全くない感じで、過ごしております。そんなかな。なんかミカさん最後になんか一言ありますか。いやー、なんだろう。なんでしょうか。まあとりあえずじゃあ俺からですね。そうですね、ミカさんこういうのあんまり得意じゃないので、まあ得意なんですけどね。まあ男子トップチームは今日が最終節でしたけれども、なんと来週12月10日日曜日に女子のトップチームアルビレディースがなんとあの赤い浦和レッズダイヤモンド、レッズダイヤモンド、あちょっと名前間違えてるかもしれない、まあレッズですね、レッズレディースですよ。やばい強いチームとなりますね。多分俺の中では 今年は2強だと思ってるんですけど、やっぱ浦和と日テレ、これが超絶ちょっと別格すぎる強さなんですけど、その浦和とちょっとかなりうちはこのシーズン始まってから、あの夏から始まったんですけど、そこからもすごくレベルが上がってる中ですごくいい相手かなと思いますので、あれシーズン終わっちゃった寂しいなっていう、そこのあなたですよ。そうでしょ、遠くから来てますけどね、でも大丈夫、遠くからも行きましょう、楽しいですよ。そしてなんとビッグスワンなんですけど、駐車券がいりません、無料です、ありがとうございます、すごい、いやークリビツ専業でしょうね。そんな感じでレディースも応援していきましょう。男子が終わった、じゃあ次はレディースの応援だっていう、これができるのがね、今のこのなぜか WE リーグがなんでかなんでか先に秋春不正をやっちゃってるっていうのでおかげのことで、まあ多分実験的にやったんだろうけど、アルビロス、まあだね、まだね、そうアルビロス、アルビロスっていうそのね名前だけだったらいけますよ、全然いいよ、楽しいですよ。多分ですけど知らないけど、ゆずくんはきっと来るんじゃないかと思ってます、勝手に勝手にね。でも来たところでプライベートなんで、そっとしておいてください。まあそんな感じかな、ね、まだまだみんな楽しい1年を過ごしていきましょうね、うん、じゃあ今年も1年男子トップチームありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ最後は皆さん一緒に愛してる新潟、イエーイ、お疲れ様でした、バイバーイ。